ハービー・メイソンは、アメリカ合衆国ニュージャージー州、アトランティックシティ出身のジャズフュージョンを中心に、活動しているドラマー、音楽プロデューサー、作曲家。ドラマーとして、最も活躍しているセッション、スタジオミュージシャンの一人。息子のハービー・メイソン・ジュニアはプロデューサーで、父が属する、フォープレイにも携わっている。ミュージシャンの父親のもとに育ち、4歳からドラムを、 演奏し始める。10代前半からプロの世界を目指し、高校卒業後、バークリー音楽大学とニューイングランド音楽院で学ぶ。バークリーの同期生にジャズピアニストの佐藤正彦がいる。在学中、ヤン・ハマーやジョージ・ムラーツ等と共演した。1971年にロサンジェルスに活動拠点を移し、キャロル・キング、ドナルド・バード、 ジョージ・シェアリング、モニカル・イス・トーと共演をする。1973年には、ハービー・ハンコックのグループに参加し、アルバム、ヘッド・ハンターズを録音。その後、ザ・ヘッド・ハンターズとして活動する。1975年に、デーブ・グルーシン、リー・リトナー、チャック・レイニー等と、初リーダー作、マーチング・イン・ザ・ストリートを録音。リー・リトナーのグループ、ジェントル・ソーにも参加し、 L.A. Fusion のトップドラマーとなった。なお、このメンバーで、渡辺貞夫のヒットアルバム、カリフォルニア・シャワーをサポートしている。さらに、ファンクイーンーメイソンジャーや、グルービン・ユー、U、等を発表し、作曲家としての実力も高める。1980年代においても、ボブ・ジェームス、デーブ・グルーシン、アール・クルートを、多数のジャズ・フュージョン系のミュージシャンとセッションを行っている。 また、1970年代後半から1980年代初頭の日本におけるフュージョンブームの時にアルファレコードと提携し、所属アーティストの大村賢治などのアルバムプロデュースを行う。さらに、デビュー間もなかったカシオペアの全米向けアルバム、アイズ・オブ・ザ・マインドをプロデュースしたばかりでなく、カシオペアが持つ先進的な音楽性の中で唯一、 ウィークポイントであった旧来の楽天主義にのっとった演奏手法に変革をももたらし、彼らの音楽性をさらに飛躍させることに貢献。これにより、プロデューサーとしての側面も知れ渡った。カシオペアとはその後も、イォーで共演。1990年、ボブ・ジェームズのアルバム、グランド・ピアノ・キャニオンにて、リー・リトナー、ネーザン・イーストと揃って、セッションを行い意気投合。 1991年に彼らとフォープレイを結成し、セルフタイトルでデビュー。さらに、1996年発表のリーダー作、ラトマ Q がグラミー賞にノミネートされる。アルバム、With All My Heart では12人ものピアニストと共演をし、共演者のハービー・ハンコックが第47回、グラミー賞を受賞。アルバム、Changing Partners は、その続編にあたる。 2008年には、元 T スクエアの本田雅マサトのアルバム、アクロス・ザ・グルーヴのレコーディングに参加。ボブ・ジェームスらと共演し、迫力あるアメリカ西海岸の情景のサウンドを作り上げた。ありがとうございます。